Hey, アミーボチャレンジ第4回目かな、多分4回目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、やらないもよし。さあ、今回はミニゲームですね。ミニゲームもらいましょうか。よし、じゃあプロペラいきたいと思います。プロペラマジでちょっとめんどくさいよね。本当に勘弁してほしい。よし、まあ楽しんでやっていきましょうか。よし、なんかやっぱ直接当てた方がいい時すげえ高いよね、多分。ねえ、さ、こいつもなんかさ、今まですげえ時間かかると思ってたけど、なんだかんだ言ってね、こう直接当てたら威力倍増ぐらいあんのかな。ほんとやっぱりわかんないけど、よし、このステージ結構このステージ結構このチャージャーでやるステージじゃないでしょ。よし結構ね、むずくない？なんか。よっしゃ。はい。ここでも、ローラーでもやった気するな。よし。もうなんかもう記憶が若干曖昧なんだけど、ほんと。おい、オッケー。よし。さて、おい、なんかスプラトゥーンってさ、みんな今後どうなっていくと思う？ね、一応、なんか今ほんと日本で、ね、もっともっと言っていいほど勢いあると思うんだけど、ゲームの中では。ね、今後どんな風にね、ゲームとして続いていくのか、ガランド奥様。よし、いや、足元やばい。なんか新規ソフトでここまで売れたっていうのは本当ね、日本じゃ久々じゃねえかなって思うからさ。本当最近だったらさ、俺なんか売れたゲームってあれじゃないの、ドラゴンクエストの3DS 版、あれ結構売れたよね、確かに。ねえ、50万本ぐらい初日で売れたんだって。なんか、ねえ、新規タイトルでもドカーンといってほしいよね、なんか。ねえ。よし。じゃ、パッパッといっちゃおうか。これで入れたいんだけど、次だよ。よし。で、これどーん。どーん。あ、届く？いける？よし。フォームで打っておいて、食べてたの。ちょっと待って、プロペラ、よし、いきます。届いてないよね、これ。おっ、わー、足んねえ、これみんなってカメラ感度とかどうやってるの今ね、で、カメラ感度を下げなきゃいけないんだよね、練習しなきゃ。ね、何度もあれ言ってるけど、スプラトゥーン甲子園がね、カメラ感度ね、デフォルトでやらなきゃいけなくて、デフォルトの練習しなきゃいけないんだよね。よいしょ。ね。今までみんな多分、ジャイルとか使っている人ほとんどだと思うんだけど、カメラ感度ね、上げたり下げたりすると思うからさ、ね、どういうのがいいんだろうね。よし、上げちゃう。箱根ですが今出てきた。おい、さよならだぞ。で、あ、外した。で、外した。ドイーン、よし。くっそ。ほんとはうまく当てれる人いるねって。よし。さあ、見事、攻略完了です。プロペラーリフトでございます。オッケー。よし。次行くぞ。ディ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 。ね、お金がすげえ溜まってきたけど。お金すぐなくなるからな。最近なんかみんな俺、なんだっけ、ウニお兄さんいるじゃん。ねえ、あの人にギアを注文して、ね、なんか、厳選するっていう人が最近増えてるよね。うん。チャージャーいるから。俺の方がチャージャーうめえから、お前。ちょっと力。ほい、よいよいよい。なんか向こう結構、あれだね。甘えてますね。そんなんじゃ俺に勝てねえぞって。いやな。よし。行くか。いいし。それ何の話してたっけ？忘れちゃった俺。30秒くらいで俺忘れちゃうからさ。なんでだろうな、みんな。何言ってね。何言ってね。できてないから。ほい。あ、外した。ほい。当たってんのこれ。どうなってんだこれ。待って。死んじゃうっすうお、怖えまじ勝ちそう。よし、待て、どうなってんの、これずるいぞ、これ。ちょ、水作ろう。ほい、い
でも結構でかい、体でかい、あいつ。すごい、あ、怖い。出てきたらお前は死ぬ時だ、来い。でーでー、よし飛ぼう。おら、たぶんね、怖いな、ほんと飛んでまし、うわーい最悪だ、今もう目の前だったのに、ほんと行っちゃおう。よし、パパッと行ってみましょうか。ういじゃん、はい、よいしょ、ギリでも OK、 よーし、ここだよな、ちょっと写真撮るか。はい、よし、で、あ、さっきここで死んだぞ。大丈夫、平気平気、うーわ、ぶねおしっこしびるわ。よし、下文字かな、ね、チェックポイント、ここも、うーわ、すごい、あいつ死ねないんだよ。こういうのはちょろっと出てる。あれ届かねえ、それ。ほい、あ、もうマックスがねえ、食らわねえタイプ。お前悪いやつ。君ちょっと調子しないで。よし、スタチックポイントまだ続く。長いな、ここ。何それ、何それ、ゴム、ゴム投げ投げ、これ投げ投げ、ヘイ、よし、え、つけよう、これ、もうここは。ほい、あれ届かねえ、あ、でも足元が無理みたい。よし、オッケー。チャージャーってなんかやっぱ構えてるとき移動速度が遅いから、イカ移動速度アップ、じゃあイカじゃない、人移動速度アップとかつけたらね、歩きながらでも速くなるのかな。あんまでもつけても意味ない感じか。でもね、よいしょ、俺スプラトゥーンで最高に楽しいのはギア考えてる時だよね。サルミのギアは3だからな。サルミのギアを見て、どういくんか、邪魔邪魔邪魔、ほんと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 、みんな邪魔、すげえな、これ届かねえ、これ全然届かねえ、こっちに進もう。よし、道作るのが本当だ、これ当たるわ。おおおいおい、チャージャーが敵発見できねえで、どうすんだこれ。すげえもらった今。あんなに超切れるもん、超もうゴールじゃん。あ、道中の敵全部下から狙い撃ちしちゃったんだ。でもなんか今みたいに敵をこっそりドシューンって撃ち抜くと、ちょ、気持ちよくなっちゃうよね。あの、対人戦とか縄張りバトルとか勝ち待ちでも、ああいうのできたらすげえチャージャー使ってよかったってなるんだろうな、ほんと。俺もその快感ね、早く味わってみたいんだけどね。さあ行きましょう。タコゾネス。大丈夫かな、ここ。覚醒タコゾネスステージです。ね、さあ、前回タコゾネスで俺めっちゃめちゃ苦労してんだよ、ね、みんな覚えてる？これが、俺がどうなるかだよね、ほんと。今回も大丈夫なのかっていう。よし、いくか。よし、タコゾネス。うん、しねえ！今の見た、みんな。俺の狙い、流れるような狙い撃ち。ドロ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 。今のは見なくていいぞ。よし。ちょっと、じゃあ、じゃあ、じゃあ、無視しよう。歩いてるときは無視しよう。これ、スプラトゥーン界の常識あるな。ちょっと、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 ちチェックポイントで命を大事にね。死んでる。あ、もうやだ、もうちょ、やばいってこれ、もうほんと。ホテルだよ、マジ。あ、あいつバッファーだ。チャーンス。行っちゃおうぜ、このまま。未来へ。よし。中間ポイント。で、こっち、こっち。よし、あ、これ見つけられなかったな。オッケー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 。
行きましょう。さあ、ここは裏技。あ、落ちた、嘘。あれ、連打したらさ、早く進めるって聞いたんだけど、多分上り坂はできないっていう、そういうことだからね。なかなかいい勝負したね。そう、ここやで。うい、外すやつ、外す、外すやつ、外すやつ、外すやつ。ちょっと待って、本当にもう、チャージャー向いてないわ、これ。もう向いてるわ、やっぱチャージャー。ああ、人は強くなる、成長する。よし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 。チャージャーにはチャージャーの戦い方があるってことを教えてやろう。俺が教えてやるよ。よし、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 いいねー。これゲーム2万人状態これ。よし、バイバイ。さあ、ゴールさあ、ちょっと苦労したけどね、なんとか倒しました。よし、さあ、ボス戦行きましょうか。ミニゲームなんだろうね。前回手に入れたミニゲームは、イカのレースゲームでした。ね。まだちょっと全然皆さんにお見せできてないんですけど、ね、またいつかお見せしたいと思います。さあ、今度、バレーボール？これ。絶対楽しいやつじゃん。はーい。それじゃあ行きましょうか。行くぞい。なんだこれ。キバちゃんか。キバちゃんどうやって倒すんだ？大丈夫かなこれ。よし。絶対食われるから、まず食われよう。で、チャージャーで、貯めとけばいいんだよ、最初から。天才じゃね、これ。はい。はい、ドーン。オッケー。で、いい。ここに、ゴム投げ込む。めっちゃ、めっちゃなんか流れる、流れるプレイングだな、これ。よし。あ、これ、もしかしたら、チャージャーで、超楽チンボスかもしんない、これ。ねえ。今までの中でなんかすげえねえ流れるプレイングってやつができた。いい、もう一回食べる。いい、食ったところにボーン。いい、あっ、そうそう、打たなきゃ打たなきゃ打たなきゃ。おい、危ねえ。よし、別に2個目もあっさりオッケーです。じゃあラスト行きましょうか。キーバで、はい、また、いい、ドーン、よし、ドーン、よし、ということで、ボスを奪った、あれです。あっさりしたな。あっさりしたな、ほんと、今のは。イェーイ。よし、タコツボファング。よっしゃ。よかった。さあ、これでゲットしたミニゲーム、バレーボールです。ね。イエーイ、イカボール何やこれよし、さあ次回またラスボス戦プラス、ね、なんだ、ラスボス戦とこの3つのステージで、ね、ヒーローチャージャーってやつをゲットできますね。なんとかうまくゲットしましょう。じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は、動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それでは、また次の動画も見てください。じゃあの。